寒くなってまいりました。寒いなんか矛盾してます服装とジョラで言わないでほしい。鳥肌が立ちそうです。こんにちは、本日はヒカルです。世界選手権出発まで残り1日となりました。明日彼がイギリスに旅立つそうですよ。実はですね、僕ミッキーの練習を直接見るのがめちゃめちゃ久々でして、本日はその久々に直接見て思ったことだったり感じたことを皆さんにもお伝えできたらなと思います。はい、早速ですが、まずすごいと思ったポイント、その1、安定感。はい、テンポの安定感ですね。このテンポを連続やるだけでも難しいのに、このテンポの連続をやりつつも同じようなリズムでポン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 仕掛けているっていうところがすごいなって思いました。ちょっと前までは最後までたどり着けるかなっていう不安も多少あったんですけど、この間の練習ではもうそんな不安はゼロで安定感マシマシになってましたね。はい、すごいと思ったポイント、その2、修正力。はい、こちらのテンポですね。こちらのテンポそれぞれ高さだったりリズムがちょっと違うんですけど、普通この勢いの中でちょっとしたそういうズレって大きなズレにつながっちゃうと思うんですけど、それをね、大きなズレにせずすぐに修正して最後まで技を仕掛けているっていうところの修正力が爆上がりしてるなって思いました。はい、そしてこちらは抱え込み2回、宙返りの2回ひねりルドルフという技です。すごいと思ったポイント、その3、迫力。とにかく迫力すごかったです。この次の映像をちょっと見てください。マジで迫力すごいんで、これです。やばくないですかこの迫力。マジ真横ぐらいで撮ってたんですけど、スローにしても追いきれないほどのスピードでこれのビッグダンブリングをやるという凄さ、これね、マジすごかった。はい、そしてこちらが伸身ムーンサルトですね。少し前に動画で練習していたやつで、先ひねりの伸身ムーンサルトです。もうこの段階でひねりが終わっていて、伸身ムーンサルト自体もさらに磨きがかかっていました。一応この動画の投稿的には明日が出発なんですけど、練習的には残りラスト2回の練習の動画だったので、この後にもう1個ね練習動画があるんですけど、まあ、そこに備えて今日はやりすぎないというそんな1日でした。ご満足ですか？ご満足です。お満足、うん、ちょっと新進サルトからのテンポは、はい、金曜日やろうかな。うん、今日が日本での練習最終日が金曜日なんで、うん、かっこいい。ああ、日本での最後の練習金曜日、はい、新サルから、はい、テンポしてルドルフまで、はい、今日は新進ダブルから新サルまで。はい、そうですね。修正力がやべえっす。うん、これ詰まって次いけんのと思ったら普通に直してくる、うん、ね。ちょっとテンポ潰れたんだけど、はい、潰れてバク転もちょっと潰れて、はい、でも最後新進サルトかけるって言ってたから、はい、無理やりやったら意外とぴったり、ちょっと自信なりましたね。自信になったね。なんかググってなってもいけるっていう力がなんかついた気がします。今日が水曜日なんで、うん、明後日が最後っすね。そうだ、じゃあまた明後日お会いしましょう。はい、バイバイ。